ウーゴベッティ、ウーゴベッティは、イタリアの裁判官である。しかし執筆者として、より知られており、ルイジ・ピランデルロに次いで意外な、イタリア人の劇作家だと考えられている。ベッティは、第一次世界大戦が始まった時には、パルマで法律を学んでいたが、開戦後、志願兵になっている。戦後、法律を学び終えたベッティは、判事となる。余暇に作品を書いて、 最初の詩集を1922年に出版する。この、物を思いにふける王という題をつけられた作品は、1917年から1918年にかけてドイツ軍の捕虜となっていた時に表されたものだった。最初の劇作品である、女主人は、1927年に初めて上演された。この劇の成功の結果、ベッティは劇作家として、 全力で打ち込むことになる。1931年、パルマからローマに移る。1938年にはファシストからユダヤ人であること、反ファシスト的として告発される。第二次世界大戦終了後、今度はファシストだったとして告発されるが、後に訴えを取り下げられる。晩年は法務省図書館で働いた。ベッティは全部で27の作品を書いたが、 その中で最も高く評価されているのは、彼の人生の晩年にあたる1940年以降没するまでの期間に書かれた作品群である。別記の作品は、邪悪さの本質とは何か、主人公が経験する存在に伴う、罪の意識、罪のあがないというテーマ、こうした内容を探求している。時には、イタリアのカフカと言われることもある。犯罪捜査は、 彼の劇作品に特有の動機となっている。調査では手続きが徐々に現実的なものから刑事上学的段階に移っていくのだが調査の対象が何なのかはっきりと明かされることがないままに終わる。最も知られている作品はおそらく黒い法廷であろう。その中では司法の腐敗の可能性を追求することによって一層多くの人間の関与が伺われることになり、 調査をしている本人が自分の有罪について議論することになってしまう。ありがとうございます。